遠い宇宙の遥か彼方にキラキラと輝く星がありました。その星には特別なキラキラ星と呼ばれる星がありました。このキラキラ星には宇宙を旅する冒険心あふれる小さな星の精霊たちが住んでいました。ある日、一番冒険好きな星の精霊竜と桜は新しい星の冒険に出ることを決意しました。竜と桜はキラキラ星を飛び出し、宇宙の果てを目指して冒険に出発しました。彼らは数々の星々を訪れ、美しい惑星や不思議な場所に出会いました。しかし、新しい星を見つけることは思っていた以上に難しいことでした。彼らは失望しましたが、諦めることなく旅を続けました。ある日、竜と桜は謎の宇宙の迷路に迷い込んでしまいました。途方に暮れながらも、彼らは希望を捨てずに進んでいくと、そこには光り輝く巨大な星が現れました。それはまるで宝石のように美しく未知の星でした。しかし、星の周りには不思議な壁があり、入ることができませんでした。竜と桜は力を合わせて周りの星の力を借りて壁を突破しました。その瞬間、星の精霊たちが喜びの歌を歌い、壁が消え、星に入ることができました。新しい星に足を踏み入れた瞬間、竜と桜はこの星が彼らが探していた特別な場所であることを感じました。ここは自分たちの冒険が始まる場所だったのです。新しい星には様々な色と形の美しい景色が広がっており、竜と桜は大喜びで冒険を始めました。彼らの勇気と友情が未知の星を照らし、キラキラと輝く新たな冒険が始まったのでした。竜と桜は新しい星でたくさんの仲間たちと出会いました。星の精霊たちは竜と桜を温かく迎えてくれました。皆で手を取り合い、楽しいお祭りを開きました。パンパンと太鼓を叩く音や、キラキラピカピカしばたく星の光が新しい星を彩ります。お祭りの最後には大きな星のケーキが登場。わーい、子供たちの歓声が星に響き渡ります。竜と桜は新しい友達と甘いケーキを分け合い、心も体も満たされました。その夜、竜と桜は星空を見上げながら、これからもっと多くの星々を冒険しようと誓いました。二人の冒険はまだまだこれからです。さあ、次の冒険へと、星の精霊たちが元気よく呼ぶ声とともに、新しい冒険の幕が開きました。竜と桜の目には、もっともっと遠いところにあるキラキラと輝く未知の星々が映ります。これからもっと素敵な場所を見つけるために、手をつないで宇宙を駆け抜けるのです。星明かりを頼りに、次はどんな驚きが待っているのか、ワクワクする心を胸に、竜と桜の冒険は続いていくのでした。さあ、行こうと、一緒に笑顔で次の冒険に向かう二人。キラキラ輝く星の精霊たちも応援してくれています。自分たちだけの特別な冒険を、明日も明後日も永遠に続けていくのです。